And sows and lays the Nele in all her wisdom, cast greedy into the frozen fires. Bryce? 島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割に、ボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんた、その子たちに何をするつもりだ？ They're scaring me, Father Bryce.Fear not, my child. No evil can withstand a Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. どうも、俺たち。哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。澄ました面して、それはそれは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを悟すのは、すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス、ヘレティックスビーゴン。Run on home to mama! 準備はできてるぜ。任せといて。ほら来いよ。You think I'm stupid? へへっ、ぶちかまっ。調子がいいぜ。もらった。一も。全力で行くよ。圧勝的にタイム。ビビってんのか。覚悟。はっ。ガンガン行くぜ。受けてみな。行くぜ。任せといて。行くぜ行くぜ。おりゃ。
掴めたんじゃねえか。よし、上昇上昇。また成長しちゃった。いっぱいやりたい。俺もまだ若いね。ブライスにはもう追いつけねえか。なんだこれは。デイナ、カロン、カスガさん、なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デーナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば白になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子を
ホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか？ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてました？警察官の制服でした。なんだと？ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう？それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか？待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか？選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか？どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。